はいえー、それではマルチプルデータベースを用いて2つのレールズプロジェクトを統合するというタイトルで発表いたします。p i x i 株式会社の今時です。よろしくお願いいたします。<laughs> まずは軽く自己紹介をさせてください。Pixib、えー、株式会社でエンジニアをしています今時です。お仕事では基本的に RubyOnRails を書いてバックエンドの API を作ったりしています。 ルビー歴は今7年ほどなんですが、ピクシブに入ってからルビーモレイルズも覚えました、えー。今一番欲しいキーボードはキネシスのアドバンテージ360が欲しいんですけど、ちょっとお値段が張りすぎて今めちゃくちゃ悩んでいる状況です。本日よろしくお願いいたします。本日はこちらの3点についてお話ししようと思っています。えー まず2つの Rails プロジェクトの統合についてどのような経緯があったのかどのような課題があったのかについて次に複数データベース機能を用いた Rails プロジェクトの統合で実際に行ったこと最後にその他統合の上での工夫点について話していきますはいえそれではまずサービスについての紹介です p i x i コミックは2012年開始の漫画サービスでして Android iOS、えー、ブラウザ版の3プラットフォームで展開していて基本的な機能として商業作品の連載電子書籍のストア機能 p i x i に投稿された漫画作品の閲覧機能などを持っています構成としては、えー、バックエンドに Rails でできた API が、えー、実装されていたり、えー、管理画面などの機能が Rails の上で実装されています リリース当初はレイルズ3.2から始まりまして、現在はレイルズ6.1で運用中です、えー。ちょっとまだレイルズ7、レイ l s 7.1には上げられていないんですが、今ちょうどアップデートの対応を進めている最中です。続いてピクシブノベルです。ピクシブノベルは2015年にサービス開始した小説サービスでピクシブコミックの姉妹サイトとなっています。 こちらはブラウザ版オンリーで展開していて、機能としては商業の小説やライトノベルの連載をしています。す、え、べ、ー、て Rails の上でこちらは実装されているサービスです。実はこちらのサービス少々成り立ちが特殊でして、Pixib、え、Novel、ー、立ち上げの際に、えー、もともとその当時の p i x i コミックのリポジトリをクローンして実装が進められた経緯があったりして、 えー、そのために取り扱うコンテンツの持ち方や機能などを似通っている部分が多々あります、はいえー、ピクシブコミックとピクシブノベルは現在それぞれ別々のサービスとして稼働しているんですが昨今では掲載される漫画作品は小説やライトノベルを原作するもとするものも非常に多いですしかし現在のピクシブコミックとピクシブノベルの間には連携機能のようなものはほぼなくて えー、ピクシブ・コミックの漫画作品のページからピクシブ・ノベルの原作の作品ページなどへの導線もないような状況でしたそのため、えー、こちらはピクシブ・コミックとピクシブ・ノベルを連携させて漫画が好きなユーザーにはその原作の作品を知ってもらったり小説が好きなユーザーにはその作品のコミカライズ作品を知ってもらうというような機会を増やしていきたいという思いがあり、えー こちら連携機能を実装する機運がチーム内で高まっていきました。今回、この連携を達成するために、Rails の複数データベース機能を用いて、2つのサービスの連携、統合を進めていきました。まず、なんで複数データベース機能を使うかというところなんですが、開発当初、p i x i コ c o m i c と Novel を連携する上では、双方に API を生やして、その API ベースで連携する。 ような案と複数データベース機能を用いる案の2つが主な方針としてありました。しかしそのような中で、まあ、あの先ほどもお話した通おりピクシブノベルはもともとコミックをクローンしてできたものであり、えー、似たような機能が非常に多いというところあとは、えー、とこちらチームビルディング上の話なのですがピクシブノベルには専門のチームを今社内に持っていなくて ピクシブコミックチームが見ているんですがどうしてもピクシブコミックの方が優先されてしまってメンテナンスやリファクタリングが行き届いていない部分がありましたで、えー、なので、えー、2つのレ i ルズプロジェクトとして保守していくのではなくて1つのレ i ルズプロジェクトに統合していった方がメンテナンスしやすいと判断いたしました特にノベルの専任チームがいないということなんですが えと現状ですね今後もノベルの専任チームが、まあ、例えば年半年後とか1年後とかに発足していくような、えー、温度感はちょっとあまりなくてですね、まあ、今後もピクシブコミックチームが見ていく形になりそうだったので、えー、最初の動機にも言った通りりピクシブノベルとコミックをより密に連携していく上でえで、ー、一つのレイルズプロジェクトに統合していく方が良い,で良い手だと判断しました。 続きまして、統合の進め方なんですが、まず全体的な流れとして、一般ユーザーに向けた機能をピクシブコミックに統合していき、続いて、社内や社外向けに提供している管理機能を移行していくというような流れで進めていく予定です。これは、さすがにですね、すべてのピクシブノベルのすべての機能を一気にピクシブコミックに統合して してしまうのはそれなりに時間がかかってしまいますし、えー、といち早くユーザーに意味のある機能,、えー、機能として意味のあるリリースを届けてあげたい。また、えーと、一気に一括でバンと統合してしまうとどうしてもビッグバンリリースになってしまうので、できるだけ影響範囲を小さく安全に統合を進めていくという目的もあります。えー、現在は一般ユーザー向けの機能はほぼ p i x i v コミック上に移行完了していて、 え続いて管理画面の移行の準備をし始めたというような段階になっています、えー、本日はこちら一般ユーザー向けの機能移行についてえお話しさせていただきます続いて具体的な移行なんですがこちらのような流れで進めましたピクシブノベルのデータベーススキーマをコミックへ移すそしてえノベル用のアクティブレコードのモデルをピクシブコミックに移していき まあとはひたすら優先度をつけて機能を実装していくぞというような形になっています、えー、一つ一つ詳しく見ていきましょうまずデータベーススキーマのコピーについてなのですが先ほどもお話ししたとおり管理画面の移行を完了するまでしばらく時間がかかるということもありピクシブノベルは引き続き、えー、稼働した状態でピクシブコミックに機能を、えー、統合していくことを考えています そのため、ピクシブノベルを稼働したまま機能を移していけるように、データベーススキーマの管理をどちらのリポジトリがやるかということについて、ピクシブノベルが管理しているリポ、えー、データベーススキーマを生として、えー、扱っていこうというように取り決めました。なので、ピクシブコミック側にはですね、ピクシブノベルが持っているスキーマ .rb やマイグレーションファイルを コピーして持たせて開発を進めていきました。えっ、ー、と、Pixib コミックのデコンフィグデータベース YAML に Pixib ノベルのデータベースへ接続するための設定を追加して Pixib ノベルの DB スキーマ RB を Pixib コミックの n o ル e l スキーマ RB にコピー Pixib ノベルのマイグレーションファイルを一つにまとめて Pixib コミックの DB すらノベルマイグレート以下に配置していくような形ですピクシブコミック上で、えー、取り扱うピクシブノベルのスキーマファイル名やスキー、えー、マイグレーションファイル名あマイグレーションのディレクトリー名に、えー、ノベルアンダースコアと付くのは、えー、こちらは Rails の複数データベースの機能、えー、機能のまあ規約で、えー、データベース YAML に 記したノベル用のデータベース接続設定の名前がプレフィックスについています。なので、えー、ノベルというデータベース設定を追加したので、えー、ノベルスキーマ RB とかノベルマイグレート以下に、えー、配置していくような形になりましたで、えー。スキーマ等の設定は以上なんですが、マイグレーション周りではまだちょっと気をつけることがあります。えー、この設定のまま p i x i コミック上で DB マイグレートを実行してしまうと、 ノベルマイグレート以下のマイグレーションも実行されてしまいます。現段階では、えー、あくまでピクシブノベルのデータベースのマイグレーションを管理するのはピクシブノベル側なのでピクシブコミック側でノベルのデータベースに関してマイグレーションを実行されてしまうと困ってしまいます。なので、えー、ピクシブコミック側では DB マイグレートではなくて DB マイグレートプライマリーとして、えー、マイグレーションを取り実行するデータベースの系統を指定するようにして使いました。 ピクシブコミックは、えー、と今、キャピストラーノでマイグレーションを本番環境に実行しているのでキャピストラーノ上でこれを実現するためにはマイグレーションコマンドの設定を、えー、設定してあげて DB マイグレートプライマリというのを設定してあげるだけというようになっています続いて、えー、モデルの移植なんですがこちらはアップモデルスノベルディレクトリ以下に、えー、ピクシブノベル用の モデルを配置ししていきましたで、えー、さらにディレクトリの配置に合わせてピクシブノベルの、えー、モデルは全てモデ、えー、ノベルモジュール以下にまとめる形にいたしましたピクシブノベルの開発経緯上ピクシブノベルとピクシブコミックで同名のモデルがかなりの数あって、えーまあ、単純にコピーしてしまうと名前が衝突してしまいますし、えー ピクシブノベルのモデルなのかピクシブコミックのモデルなのか分かりやすくするように、えー、ノベルモジュールによって、えー、ネームスペースを分けていますまたノベルモジュールを作ったことでテーブルネームプレフィクスを設定することができるという効果もありますただ、えー、と現状テーブルネームプレフィクス自体は使っていなくてというのもですねまだ最終的なノベルのデータベースをどのようにするかというのが決まっていなくてですね もし今後、えー、ノベル用のデータベースを p i x i v コミックのデータベースに統合しようみたいなことになった場合にテーブル名に簡単にプレフィックスを設定できるように事前に準備だけしているというような状況です。えー、最後に p i x i v ノベルが、えー、使用するアプリケーションレコードクラスを作成して、えー、終了なんですがこちらもあの単純にコネクト 2, 2を使ってノベル用の接続設定を追加しているだけなんですが、えっと、通常のデータベース設定に加えてスイッチポイントジェムを意識したインターフェースを実装しています。これはですねもともと p i x i v コミックがデータベースをリードレプリカ方式で扱うためにスイッチポイントジェムというものを使用していて Rails6.1 にアップデートする際に Rails 標準の複数データベース機能を使うようにしたんですが、えっと、アプリケーション自体の書き換えコスト 等を考慮してスイッチポイント特有の w i t h イ i ブル a b l e とか TransactionWith とかそういったインターフェースそういったコネクション切り替えの機能を残すように実装を行いましたで、えっと、同じように p i x i v n o v e l でも、えー、スイッチポイント交換のメソッドを生やして、えー、p i x i v c o m i c p i x i v n o v e l で同じような書き味で、えー、アプリケーションが実装できるようにメソッドを生やしています使用する場合はこんな感じですね ウィズライタブルとかトランザクションウィズというブロックで書き、えー、ブロックを作ってあげてそのブロック内では書き込み用のデータベースに接続するとかトランザクションを貼って書き込み用のデータベースに接続するとかといったものを設定しています通常ですと,、えー、とロールとかを直接指定してコネクションの 書き込み先を張り替えたりとかあとはレールズの、えっと、メソッドによる自動で、えー、書き込み向けのデータベースにつないだりとかそういった機能もあるんですがコミックでは、えー、とこのような形にしてノベルアプリケーションレコードを使っているのか、えー、アプリケーションレコードを使っているかによってどっちのデータベースに接続してるよっていうのを分かりやすくしています。 えー、そして最後に p i x a b コミックへの実装移植なんですが、まあ、正直これはですねもうとにかくやるしかないって感じだったんですが、えー、可能な限り実装を円滑にするために設計上の方針だけ決めてありますそれは、えー、と同じ機能はできるだけ p i x ブコミックの API レスポンスに形式を合わせるという形ですこちらちょっと複数データベースの話からは横にそれてしまうんですが ピクシブコミックとピクシブノーベルで非常に同じような機能を扱っている部分が多いことと、えー、ピクシブコミックでは UI コンポーネントと、えー、API のレスポンスの方が対応していて同じコンポーネントの場合は同じレスポンスの方を使うことでよりクライアント側のか回収がま容易になるためこのような方針にしています例えばトップページに出ているようなバナーは、えー、画像とリンクだけあればいいのでこれはわざわざ別々の方を作る必要はなくて 同じレススポンスの型を使い回していましてすこれによって、えっと、述べるようにわざわざ新しい実装をクライアント側が,が、えー、してあげる必要がないというところですね。一方で、えっと、作品を一覧に表示するコンポーネントがこちらなんですが漫画では表紙と作品名だけあれば大体ユーザーとして良いんですけれども一方で小説は表紙だけじゃなくてユーザーの関心がよりあらすじ とととかにも、えー、強いい関心があるということでコンポーネントとレスポンス型を別々に、えー、設計しています。はいえー、最後まとめは、えー、こちらになります、えー。複数データベース機能を用いて2つのレールズプロジェクトの統合を進めています。一気に切り替える場合、でない場合、DB マイグレーション機能の管理する方法は決めておく必要があります。モジュールによってネームスペースを区切ってあげると、どちらのドメインのモデルなのか。 が分かりやすくなって便利です。で、えっ、ー、と機能の移植については、えー、正直愚直にやることになってしまうんですが、今回の工夫としては API の設計を工夫して、えー、実装を行いました。はい、えー、以上で発表終わりになります。弊社にはブースもありますので、ピクシブコミックや、えー、ピクシブコミックに限らず、弊社やそのサービスに興味のある方はぜひブースの方まで遊びに来ていただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。